モレラギフは岐阜県本栖市三橋にあるショッピングセンターである。モレラはモールとエラを掛け合わせた造語で日本最大級のショッピングモールから最先端の情報を発信したいという願いを込めている。大和システムにより続き防石糸抜き工場の跡地に建設され2006年4月29日にオープンした。 敷地面積約18万5千平方メートル、延べ床面積11万5千0百平方メートル、店舗数約240。届け出店舗面積は5万7千653平方メートル、建屋は2階建てで、国道157号に並行する形で、南北方向に長く、屋上部分にも駐車場を配置している。主なテナントとしては、バロー、エディオン、 ユニクロ、ダイソー、タワーレコード、東方シネマズ、ラウンドワンなどが出展。これらを核とする約240のテナントと専門店外で構成されている。かつては開業当時からのマクドナルドもあり、2010年5月31日をもって一旦閉店したが、2018年11月23日に再出展している。2012年9月14日には、 リニューアルオープン、全195店のうち56が新規店になり、既存53店も予想を変えた。2006年4月の開業後、最大の改装である。新規店では、東海地方発となるブランドは、医療品、ベルシュカを、はじめ8店舗。若者向けの人気アパレルブランド、H&M、ザラは、県内初出店となった。2014年5月には、 不動産投資会社のラサールインベストメントマネージメントが資産運用会社ブラックロックジャパンよりギフマネジメント合同会社を経て運用権を取得した。イメージキャラクターは元スモレビさん。当初はモレラビメとしてイベントなどで活動していたが夫や二人の子供がいるという設定とのギャップもあり2012年4月よりモレラ宣電部スーパーバイザーとして キャラクター名も、モレビさんに変更された。キャラクターデザインは、タツノコプロが手掛けている。オープンした2006年4月29日から、ゴールデンウィークの5月6日までの8日間、当初想定の1日約5万人よりも多い1日、約7万人、累計約58万6千人の来客があった。そのため上化層が、処理能力を超え機能しなくなり、 店舗東側に流れる糸抜き側に未処理の汚水が溢れる恐れがあったため5月6日は急遽17時で閉店したしかし店側の不手際により臨時閉店を知らずに来た買い物客の一部が警備員や警察官に暴行し逮捕される騒ぎとなったまた翌7日も入場制限を行い17時で閉店したたるみ鉄道たるみ線のラッピング列車 モレラ号南北方向は、鉄道と路線バス、東西方向は路線バスが通っている。モレラギフ停留所正面駐車場内北側に、東海環状自動車道の糸抜きインターチェンジが建設される予定である。ありがとうございます。